はい、ハストモコロさんのインタビューです。今日は人が病気になるっていうことの意味があるのでしたら教えてください。うん、ある。あの人の病気、人が病気になるっていうことは、魂が確かに自分で選んできたシナリオなんだけど、病気を持つことでしか味わえられない感覚を味わいに来てる。そして何を教えてくれるんだろうとか、そういったことを教えてくれるの。例えばがんであった場合、我慢しすぎてきた、人生を送ってきたからがんになった。そして心臓病だったら、ものすごい辛い思いをして悲しんだ出来事があったから心臓に来た。